皆さんこんにちは、ぼっち買取応援団団長です。本日はリシャール・ミルの歴史についてお送りしてまいります。ブランドの誕生は2001年のスイス。ブランド名にもなっているリシャール・ミルという人物によって創業されました。リシャール・ミルというとまず最初に話題に上がるのはお値段ですね。2001年最初のモデルの価格は1900万円、現在のラインナップも数千万円が普通です。100万円台のものもあるにはあるんですが、中古で探してもほぼほぼなくてですね、反対に1億円を超えるものの方が多いかと思います。3大ブランドであるパテックフィリップ、オーデマピゲ、マシュロンコンスタンタンでもなかなかこの価格帯のものはありませんと、非常に強気な価格設定ではありますが、高すぎるかというとそんなことはない。時計業界のプロたちの見解によると、その価格設定は極めて適正であると、1億円出す価値がある時計として認められているんです。ということで今回はリシャール・ミルの歴史をたどりつつ、適正価格であると言われる意味を探っていこうと思います。本日も最後までゆっくりとお楽しみください。それでは行ってみましょう。憧れの時計は遥かに遠く、故に私たちはどこまでも。男の夢、紳士の癒し、理想の時計を身につけた理想の自分に出会える場所。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、ではまずはブランドの概要からお伝えしていきます。リシャール・ミルが最初のコレクションを発表したのは2001年のこと。創業者はリシャール・ミル。いつもこのブランドヒストリーシリーズでは創業100年以上のものを取り上げることが多いんですが、かなり新しいブランドになります。リシャールはフランスの大学でマーケティングと経営を学んだ後、営業職として時計メーカーへ就職。その後商社に移り、ディレクター部門長を経て2000年に独立、ブランドを立ち上げるに至ります。この経歴から見てわかる通り、リシャール・ミルという人物、時計師でもなければ時計デザイナーでもありません。通常時計メーカーの発祥というと天才時計師から始まることが多い。ジャン・アドリアン・フィリップ、ジャン・マルク・バシュロン、ジュール・オーデマ、アブラーム・ルイ・ブレゲ、アドルフ・ランゲなどなど、名門と呼ばれる時計ブランドの始まりは皆優れた時計師からです。1800年代中盤以降は組み立て工や修理工、貿易商出身のブランドも出てきますが、やはり時計の構造自体に触ることができた人物ばかりです。例えばオメガのルイ・ブランは組み立て工出身、セイコーの服部金太郎は商人出身ですが、修理修繕にも対応していました。ではリシャール・ミル一体何者なんだと。彼は自らをコンセプトを作る人間である、コンセプターと称しています。時計の機械を作ることはできない、デザインもできない、しかし理想の時計とはこういうものだと、コンセプトを描くことなら誰にも負けないと、これこそがリシャール・ミルというブランドのアイデンティティになっているわけです。さて、ではコンセプターとしてのリシャール・ミル、どのように作られていったのでしょうか。複数のメディアのインタビューにおいてリシャール・ミル本人が語っていたのは少年期の思い出でした。彼が初めて機械式時計というものを知ったのは10歳の時、父親から譲り受けたロンジンの時計だったそうです。しかしその時計の寿命たった1日だったとのこと。どういうことかというと、分解しちゃったらしいんですね。リューズを巻くと秒針が動き出して時を刻む、その構造に強い興味を持ち、気がつくと裏蓋を開けていたそうです。とそこにあったのは細かく脈打つように動く無数の歯車と小さな部品。リシャール少年はリューズの動き一つ一つを確認するように分解を進めていき、ついにはバラバラにしてしまったとのこと。父親にはひどく怒られたそうですが、これ以来機械式時計に魅力を感じた少年は、後に自動車や航空機といったものにも強い興味を示すようになったそうです。ちなみに分解してみたものの、その構造について理解することはできなかったと語っています。もちろん組み立ての知識があるわけでもなく、工具らしい工具など持っていませんので、そのまま元に戻すことができなかったそうです。リシャール少年、機械に興味を持ったものの、この時すでに作り手にはなれないと悟ったのかもしれませんね。その後18歳になるとフランスのブザンソン工科大学へと進学しますが、専攻したのは売り手としてプロを目指すためのマーケティングと経営でした。卒業後はフランスの小さな時計メーカーフィノールで営業職に従事、南米とスイスのセールスにおいて才覚を発揮します。その後フィノールは総合商社マトラに統合され、リシャールはフィノール、イエマ、ジャズの3ブランドを担当するディレクターに就任します。
そこでは政府相手に10万本の時計を売るという荒技もやってのけました。またその後、マトラの時計部門はセイコーに統合されることに。この時期、リシャールも日本の職人と仕事を共にし、ミリ単位での機能へのこだわりに感銘を受けたそうです。そしてこの頃からリシャールにある気持ちが芽生えます。それがもっとこういう時計を作ればいいのにという理想を求める素直な気持ちでした。実際時計の売り手でありながら開発チームに対し、これはもっとこうするべきだとか、こんな腕時計があったらいいのにとか幾度となく口出ししていたとのことです。開発チームの多くはこれを煙たがっていたものと思いますが、そこに目をつけるものもあり、だったらやってみろよということで、リシャール・ミルは初めて時計作りのプロジェクトにアイデアを出すことが許されました。この時担当したのは冒険ウォッチ、イエマというフランス軍用の時計を作っていたことでも知られるブランドの腕時計。1989年の小型 GPS などまだなかった時代、極地探検において方角を知るためには天体観測の知識と丈夫で正確、そして読み取りやすい腕時計が必要でした。特に北極と南極は方位地震が使えないので、より信頼できる腕時計が必要不可欠でした。そこでリシャールは表面に北極用、裏面に南極用の文字盤を配置した時計を提案。ケース素材にはチタンを用いて軽量化し、風防は丈夫で見やすいサファイアクリスタルに、ムーブメントはマイナス40度でも正確に時を刻む高性能なクォーツ式を選択。イエマのメンバーはリシャールのコンセプト通りにその時計作りに着手したものの、みんなそんなにうまくはいかないだろうと半信半疑だったといいます。しかし出来上がってきた時計、ジャン・ルイ・エティエンヌ博士の冒険に傾向され、見事南極大陸横断を成し遂げました。これこそがまさにコンセプターとしてのリシャール・ミルが目覚めた瞬間でした。そしてそこから2年後の1991年、30代後半になったリシャールはその後の運命を共にする盟友と出会います。ムーブメントメーカールノーエパピの CEO ファブリス・デシャネル。ルノーエパピというのはスイスジュラ地方に拠点を構えるメーカーです。複雑機構の設計製造に強く、世界で初めて自動巻きトゥールビオンを作った実力者でもあります。1992年よりオーデマピゲ傘下に入り、同ブランドのコンプリケーションやコンセプトモデルの製造を行っています。リシャールはこの時期、フランスの名門宝飾店モーブスさんで時計&ジュエリーの部門長を務めていました。イエマのプロジェクトの後、短期間で一体何があったのかというと、いつも通り時計を売りに行った先でモーブスさんにヘッドハンティングされていたんですね。当時はクォーツショックが一段落して、再び機械式時計の需要が高まっていた時期です。宝飾業界でもブルガリが新たに時計業界へと参入し、カルティエも本格的に時計作りを始めていた時期です。モーブスさんも時計の知識に長けている人材を求めていたのでしょう。リシャールは約8年間働くことになりますが、ここで多くの経営者たちと出会い、ラグジュアリービジネスの世界を学びます。中でもルノーエパピを知ったことは彼にとっての大きなチャンスでした。きっかけは普段から機械式時計の理想について熱く語るリシャールを見た友人の紹介。君はルノーエパピと仕事をするべきだと、そう勧められて出会うことになった人物こそ CEO ファブリス・デシャネルでした。そしてファブリスと会話を交わすこと数分、共通の理想があることを確信したリシャールは、この人と最高で最新の時計を作りたいと素直にそう思ったそうです。一方のファブリス、実はスイス時計業界にうんざりしていたところでした。伝統を守るというのを言い訳に、結局は18世紀から19世紀の焼き増しでしかない、機械式時計はもっと正当な進化を遂げるべきだとそう思っていたんです。そこに現れた風雲児リシャール、彼と描くスイス時計の未来にきっと興奮したことでしょう。この出会いから親交を深めていった2人、1998年には一つのコンセプトを描き上げます。リシャール・ミルブランドとして最初の作品となる RM001 という時計です。ケースはホワイトゴールド製の塗能型、ムーブメントは手巻きのトゥールビオン、パワーリザーブインジケーターおよびゼンマイのトルク状態を知らせるトルクインジケーターを搭載するというもの。トゥールビオンという機構は三大複雑機構に数えられる難解な機構ですが、これは心配なし、ルノーエパピにとって得意分野です。しかしここに2つのインジケーターを備えること、そして何よりネジ1本から全く新しいものを作る、これが大変だった。リシャール・ミルはデビュー作から完全にオリジナルなものを作ろうとしていたんです。結果プロトタイプが出来上がったのは構想から2年後の2000年のこと。
全てがオリジナルで作られた作品を見たときは嬉しくて涙が出たそうです。がしかしなんとリシャールの判断はやり直し、トルクインジケーターの一部が満足できるクオリティではなかったとのことです。妥協して販売してしまうこともできたでしょう。しかしリシャールはそれをしなかった。世界一ともいえるルノーエパピと作る時計、そこには 0.1% の不満もあってはならないと強い信念を持っていたんですね。そこからさらに1年の開発期間を経てようやく完成品が出来上がってきたのは2001年のことでした。こうして 100% の完成品を手にしたリシャール、2001年のバーゼルワールドの会場で数名の知人にその時計を見せて回ったそう。その際パフォーマンスとして見せたのが、時計を渡す際手元から床に落とすということ。手元が狂ったふりをしておっとみたいな感じでわざと床に落とすんです。それを見た人はかなり驚いたことでしょう。何せその時計トゥールビオンです。トゥールビオンというのは時計の精度を司る部分、テンプと言いますが、それそのものを回転させる構造のことを言います。これによって姿勢差の変化による精度の変化が起きにくくなっているわけですが、回転させるために半中空状態に部品を組むため、ちょっとした衝撃でも壊れてしまうんです。車のドアを閉めた時の衝撃で壊れたとか、式典で拍手をしたら壊れたとか、冗談じゃなくそのぐらい繊細なものなんですよ。それを床に落とすというのはもう壊しにかかっているようなものです。リシャールさん、また分解するんですかと、直せなくなりますよと。しかし最高最新の時計として仕上げられたその時計、他とは異なっていました。新しい人に見せるために床に落とされても正常に動き続けていたんです。業界のプロや愛好家など時計に深く関わっている人ほどこの凄さを理解できたことでしょう。1900万円という高額にもかかわらず、ファーストロット17本は瞬く間に完売してしまいました。ブランドとしてのリシャール・ミル、衝撃的なデビューを飾った瞬間でした。以降普通には考えつかない時計を次々とラインナップしていきます。全部は無理なので一部ピックアップにて見ていきましょう。2001年デビュー作、RM001 を改良した RM002、 世界で初めて地金にチタンを用いたトゥールビオンを搭載。文字盤が取り払われ機械がむき出しに。2002年そこに第二時間帯表示を追加した RM003、 地金のほかブリッジ部分にもグレード5のチタンを使用。2003年、トゥールビオンと同等レベルの複雑機構スプリットセコンドクロノグラフを追加したグランドコンプリケーション RM008V1。 この2つの機構を同じ時計に収める技術は世界でも数社しかできない神業。2004年、可変慣性モーメントローターを備えた自動巻きモデル RM005、 使用者のライフスタイルに合わせて自動的に巻き上げ効率を変えるハイテク設計。同じく2004年、 F1 レーサーフェリペ・マッサとのパートナーシップモデル RM006、 ムーブメントの地金にカーボンナノチューブを使用し時計の重さを 43g という超軽量に仕上げたモデル。レース中の激しい重力変化にも耐える構造です。2005年、フェリペ・マッサ第2弾、ケース素材に新開発の ALUSIC を使用。時計の重さは 29g にまで軽量化。2007年、フェリペ・マッサ第3弾、ケース素材にカーボン TPT、 シリコンナイトライド、レッドクォーツ TPT など新素材を用い、デザイン面にさらなるユニークネスを求めた作品。2008年、パリの有名ジュエラーブシュロンのアニバーサリーイヤーを祝ってのコラボモデル。歯車の内周素材にオニキスやタイガーアイなど薄く切った半軌跡を使用。2010年、テニスプレイヤーラファエル・ナダルとのパートナーシップモデル RM027。 ナダルは全仏オープン、全英オープン、全米オープンと試合中に身につけ全てを優勝。壊れやすいトゥールビオンを本格的にスポーツの世界に持ち込んでしまった伝説的な作品。ナダルが第二の肌と呼ぶ付け心地の良さも魅力です。時計の重さはストラップまで含めて 20g 以下という衝撃。という感じでこの先も凄まじい時計たくさんあるんですが、目が回りそうなので後ほど公式サイトの方で見てみてください。はい、といったところで本日はリシャール・ミルの歴史と魅力について見てきました。リシャール・ミルの時計作り、最高であり最新のコンセプト以外は何もないところから始まります。ネジ一つすらない状態から始まるんです。
故に何の制約も受けることなく描いた理想を形にできてしまうということなんですね。それはリシャール・ミルという一人の男の理想なのかもしれませんが、買う人がいてこそブランドが成り立つわけですから、言い換えるといつも理想を追い求める業界人や愛好家の思いを代わりに表現しているのがリシャール・ミルというブランドなのかもしれませんね。それでは本日も最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。